これは北原白秋、詩人北原白秋の作品で、この道です。これはもうこの道という歌は本当有名ですが、やはりあの偉人の残した詩というのは非常にこう深みがあって、私は作品を作るのにも非常にいろんなイメージを沸かせながら書きました。歌の歌詞に基づいたものが部分的に出てると思います。このお隣は、はい、これはこれも白秋の作品ですけれども、雨降りという作品です。これもね、子供の頃によく体験したと思いますが、これも北原白秋の非常にこう優しい思いで詩が生まれています。それをイメージしながら書きました。じゃあこっちのこの、はい、空立ちですね。この空立ちは非常に難しい歌なんですけど、日本の歌曲としては。でも私は何か幼少の頃に歌が好きで、何かあの母が歌ってるのを真似しながら、難しいこの空立ちの花をよく丘の上で歌ってたんですね。それを自分の子供の頃に例えて、幼少の頃に例えて書いてみました。でこの左手の方は空立ちの花ですね。これは神代植物園に行って取材して、空立ちの園があるんですね、神代植物園に、調布にありますけど、そこでちょっとスケッチしてきたものを入れてみました。はい、はい、あのこれは北原白秋、やはり赤い鳥小鳥、これも有名ですね。赤い鳥小鳥、なぜなぜ赤い実を食べたということで、ちょっと強烈に赤い実と鳥が合体してますけれども、これもあのとても楽しい歌ですね。であのなぜ富士を入れるかって言って、やはりこう日本をこう何でしょう、コロナの時代です、日本をこう象徴しているっていうので、割と富士を入れていますね、作品の中に。はい、そんな感じでございます。はい、じゃあ最後にこれを、はい、はい、これは宮沢賢治の星巡りの歌という詩に基づいて、これをちょっとあの星空を描くのに非常に苦労したんですが、まあなんとか宮沢賢治の思いを入れて書けたかなと思っています。